ニヤニヤして。何かしら、ニヤニヤして。年がいもなく泣いて悪かったわね。笑いたければ笑えばいいじゃない。ただ可愛い誰が可愛いい。 ババカにしているのかしらま,またかわいいなどとその言葉控えなさいいいこれは命令よグぬぬぬゥ言うわね <laughs> やっぱりデートなんてなれないわ なんで私がこんなに緊張しなくちゃいけないのよしてたわよいつも通りに見えるように努力していたに決まっているでしょ私だって初めてすることには緊張くらいするわよくっ、こんな情けない姿誰にも見られたくなかったのにどこがよ どういういものなのなわわかったわももう次に行きましょう早くエスコートしなさいやはりわからないわここの二人が抱き合うシーンだけど どうしてこういう行動に至るのふーんなるほど恋愛感情が高まると相手を抱きしめたくなるものなのねやっほー今日も元気に来たよお疲れ様です 差し入れ持ってきましたよ。ねえねえ、二人ともギジラエアはうまくいってるのまあ、そこそこってところね。脚本の方は私たちのことはいいの。それより、レイとカオリはどうしたの二人とも部活の時間なのに姿が見えないけど。 そうそう、それそれその理由を説明する前に、ちょっとこれを見てもらっていいこれは。何かしら、これは。何それ。ホラー好きのカップルから、心霊スポットを調べてって依頼が来たの。 自分たちのデートの下見って感じそれで部室に来る前に先生と西尾さんに相談したんだけどなるほどねそれで部活にも来てないとではこの依頼は恵みが受けなさい愛は演劇部で忙しいでしょうしいやいやいや 私、これは彼と先輩が受けるべきだと思うんです。私、これは彼と先輩が受けるべきだと思うんです。なぜそんな結論になるのかしら。なぜそんな結論になるのかしら。それは、その、君、ちょっといいあのさ、この心霊スポットで、 先輩と仲を発展させなよ。あのさ、この心霊スポットで、先輩と仲を発展させなよ。だって疑似恋愛でも、新しい刺激って必要でしょだから、ここは、先輩と二人で、パーッと行ってくるといいよ。釣り橋効果かね。こういう心霊スポットは、 かなり効果的だったと思う。釣り橋効果ね。こういう心霊スポットはかなり効果的だと思う。ほら、愛ちゃんもこう言ってることだし。うーん。それは、確かに。ちょっと、さっきから何を話しているの 目の前で密談をされるのは気分が良いものではないわね。えでも、私たちは脚本の執筆があるでしょそれを言うなら、私も他の依頼がありますよ。あと怖いからやだ。私も、すみません。 では、断りなさい。あれ先輩、黙り込んでどうしたのひょっとして、怖いとか誰もそんなことは言ってないわ。じゃあ、行くよね。ねね,ねあれれれれ、黙り込んじゃった。やっぱり怖いの まさか、先輩がそんなわけないよね。わ、私を誰だと思っているのいいわ、委員はその依頼を受けるとしましょう。放課後の予定を開けておきなさい。放課後の予定を開けておきなさい。